編が始まる前に私からお話があります。今回ナイトルーティーンを紹介するのですが、なんと私実は動画のシーンによって3ヶ月前に撮ったものや昨日撮ったもの、いろいろなものがごちゃごちゃになっております。しかしナイトルーティーンは嘘ではございませんので、ご了承くださいませ。どのシーンが3ヶ月前で、どのシーンがこの前撮ったものなのか、ぜひそちらもお楽しみくださいませ。それでは本編スタートです。チョンス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 マナンチョス、ということで今日はナイトルーティーンを紹介するんですけれども、実況解説は水野真奈がお送りいたします。さあ早速帰ってきたら洗面所に向かっていく。何をするんだ。まずカバンを置いて、そう大切な手洗いうがいでございます。見ててください、この丁寧な、素晴らしいです、素晴らしいガラガラペイでございます。さあここで怠け者のマナちゃんはソファーにドカンと座りましたね。重そうです。ここで SNS チェックとしてね、皆さんからのコメントやリプ、帰ってきたらまずやるっていうのがルーティンになっております。いつもコメントありがとうございます。大好きです、皆さん愛してます、結婚してください。 OK、 こっちから願い先だよっつってな。失礼しました、ナレーションが取り乱しました。さあここからは料理部門です。私の得意なちくわグラタンを今日は作っていこうと思います。私でもねちゃんと自炊はしてるんです。そういうところをアピールしていきたいと思います。今日はしかしちくわの切る角度が定まらない、縦なのか横なのかどっちがいいのか悩んでおります。斜めに決まりました。ちくわといったらね、今日僕はちくわの中身を覗いてしまった。魚魚魚ちくわちくわちくわってやつですよね。やっぱりあれがもう6年前なんですって。じじ二人すいまないも噛み合わないとしても、お互い寄り添うより少しそらしてみようよ。幸せの予感をきっと誰かが感じてる。安定に歌は下手でございました。グラタンを作っているんですが、私は実はチーズが苦手なんですね。ではなんで作っているかというと、お母様がチーズグラタンが大好きなんでございます。ちくわグラタン完成。そして次は焼き魚を作っていきます。あっという間に完成。そして最後に私の一番得意なゆで卵を作っていきます。じゃーん、完成です。いただきます。で、私の作ったちくわグラタンを最初に食べていくんですけれども、チーズじゃないところ食べるんじゃない。お味はうまい、黙々と食べていくんですけれども、話題は2月が28で終わってしまうという話です。マジで2月28で終わりだと思ってなかった。2月がそれは本当にねやばいよ。20年以上来てきた。7時29分なので TikTok を投稿します。毎日7時半に投稿してるので、皆さん TikTok そして SNS のフォローよろしくお願いします。TikTok 投稿完了。今日の仕事は終わり。TikTok 2年さ、毎日続けてるってやばいね。なんかよくネタつきないなって自分でも。確かに確かに。こんな感じでね、ご飯中はお母さんとたわいもない会話をして平和な日々を過ごしております。そしてここでさっきあげた TikTok のコメントとかいいね数とかをチェックしております。カビゴのお腹がちょっと気になっちゃってますね。この時間にお母さんに今日会ったことを話してるんですけども、すごい笑ってます。ここで今日の TikTok がバズってるバズってないで多分討論会をしてますね。多分拗ねてるんでこの日はバズってないです。そしてここでなぜかメイクを始める水野真奈選手、なぜこの時間になってメイクを始めたんでしょうか。その理由はこの後わかるので、ぜひここでやめないでずっと見ててください。ずっとずっと見ててください。いつもねすごい使い古した鏡を使ってるんですけれども、鏡って買い替えよう買い替えようって思っててもさ、忘れちゃうもんじゃないですかね。わかりますかねこの気持ち。そしてメイクが完了しました。ここでリビングを出て何かを持ちながら、さあ階段を駆け上っていく水野真奈選手、どこへ向かうんでしょうか。私の部屋にやってきた。何かを組み立てています。何が始まるんでしょうか。携帯を立てかけた。ドアが閉まらないぞ。そういうところに大型が出ている水野真奈選手、さあ何を始めるんでしょうか。
ばんは。やっほー、ケイマルさん1位です。週1回行っているインスタライブ配信のための化粧でした。インスタのフォローもぜひよろしくお願いします。20万人目指してます。私結婚するんだったらお別れはしたくないし、次付き合う人がいたら結婚したいなって思ってる。こんな感じでね、ファンの方に人生相談も乗ってもらったり、お誕生日おめでとうっていう配信もしたり、いろんな配信をしてるので、ぜひ覗きに来てください。すごい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 。バイバーイ、ありがとうございました。バイバーイ。このライブ配信が終わった後の一人の虚無感、すっごい寂しいんですよね、この時間が。さあ、インスタライブを終えて次に取り掛かるのは筋トレです。偉いです、この女は。将来モテます。しかし顔がきつそうだ、頑張れ。この夏は腹筋終わっていい女になってモテたいなというこの女の精神が出ております。頑張れ水沼。私骨格ウェーブなので本当に下半身だけが太るので、下半身に特化した筋トレだけを毎日して頑張っております。特にお尻ですね、お尻がすごいでかいんですよ私。しかしここで体力も尽きてきた水野選手だが、ここで折れる女ではない。腹筋を割ることだけを意識して頑張るんだ水野、頑張れ頑張れ。15分くらいの筋トレをしたんですけれども、相当お疲れの様子です。さすがの水野選手でも笑顔は出ないか。出た。ここでようやくお風呂タイムです。化粧落としはディープクレンジングオイルを使っております。オイルしか買ったん。お風呂は恥ずかしいので見ないでねって言っております。誰も見ませんよね。おっと、ここで貴重な美女のお風呂シーンでございます。最近は本当にもうマルシーさんしか聞いてないレベルにね、大好きなんです。さあ、お風呂から出てきた水野選手、ひょっとこみたいな顔で出てきた。さて、パックはチョイを使っております。本当にニキビがすごかったんですけど、チョイに今助けられてます。本当にめっちゃいいです。何がいいって言うと、なんかもう保湿力が本当にすごくて、結構安いのにこの保湿力はすごいなって思います。そして化粧水はメラノ CC です。これ最近有名ですよね。この前まで本当にニキビが治んなさすぎたんですけど、メラノ CC に変えてだいぶ良くなりました。でもニキビ跡が本当に治んなくて、でも化粧水はコットンで貼り付けるのが一番いいってみんなが言ってたので真似してます。そして乳液はミノンを使っております。ミノンはもう本当に5年ぐらいずっとお世話になってまして、盛りました3年です。3年ぐらいもお世話になってて、もう本当に保湿力がもう神なんですよ。もう皆さん使ってください。最後にニキビにメラノ CC のクリームを使ってます。これ本当に結構良くなりました。でも本当にニキビ跡が治んなくてもう辛いです。何もグッドじゃないんですけれども、ヘアオイルはアンドハニーを使っております。髪質が本当に死んでたんですけど、最近ようやくねアンドハニーで生き返りました。ありがとうございます。髪の毛は乾きました。そして寝る前にマルチビタミンというサプリを飲んでいく。これはニキビを治すための薬である。しかしこの女は錠剤が大の苦手であるが、飲み込めるのか、集中していけ。飲み込んでるか、ゲップが出てしまったようだ。そして寝る前の最後の工程、歯磨きに取り掛かっております。そしてようやく私の部屋に入ってきました。お母さんが隣の部屋で寝ているので静かにドアを閉めております。偉いですね。ここでベッドにダイブ、サリーも見守っております。ここから LINE を返したり、 YouTube を見たり、 TikTok の音源を探したり、ラジバンダリーという感じで、いろんな私の夜が始まっていくというわけでございます。またレイクレさんって笑っております。最後に足の血流を流していく。ここでマナちゃんも体力の限界なんでしょうかね、目を閉じております。さあ開くんでしょうか。開きました。充電コードに手を差し伸ばしたということは、ついに寝るのか。おやすみなさい。2時就寝でございます。今日もお疲れ様でした。